県は南海トラフ地震に関する意識調査をインターネットで行い1841件の回答を得ました南海トラフ地震の関心度については非常にまたは多少関心があると答えた人が96.3%と高い数値を示しました一方で2019年に運用を開始した南海トラフ地震臨時情報については 認知度の低さが目立ちました南海トラフ地震臨時情報は想定震源域で大規模地震が発生する可能性が高まった場合気象庁が発表します情報は調査中から始まりその後警戒か注意あるいは調査終了のいずれかの判断が示されます警戒となった場合 津波の浸水が想定される事前避難の対象地域では。一週間程度の避難が求められます。揺れてからでは避難が間に合わない人たちの命を守るためです。この南海トラフ地震臨時情報について。聞いたことはあるが、内容は知らないの。三十七点四パーセントが知っているの。二十四点四パーセント上回り。 県民にこの情報が十分理解されていないことが浮き彫りになりました。要因について、県は運用が始まってから新型コロナのため、対面での啓発活動ができなかったことを挙げています。また、津波に対する行動については、揺れを感じたら直ちに避難するは42.5%と、前回調査からおよそ10ポイント減少しました。県は、 避難訓練などを通じ津波リスクの正しい理解の普及と的確な避難の実践につなげていきたいとしています。